はい、どうも、名古屋の塾講チャンネルをご覧の皆さん、どうも、塾長の井上です。どうも、こんにちは。今日はですね、問題集参考書紹介シリーズになります。今日はこちら、受験算数の裏技、ダブルチェック問題集、文英丼のやつになります。こちらね、裏技チェックっていう、まあ、テクニックっていう教材があって、それの問題集バージョンになります。もう一つのやつはね、もうインプット教材なんですけど、これはアウトプット教材になります。インプット教材としてはね、まあ前回、見ていただいた方はわかると思うんですけども、教材自体はわかりやすいんですよ。わかりやすいんですけど、ちょっとね、やっぱね、こう、教え方が丁寧すぎて、塾通ってる子たちだと、まあ面食らっちゃうのかなっていう部分もあるので、なのでね、中学受験はもうそういうの出ちゃうんですよ。だからこの教材が悪いとかそういったわけじゃないんですけど、そういったところを注意しながら見ていただいた方がいいかなと思います。ただね、教材自体はまあ全然悪くないと思いますし、インプット教材もね。で、このアウトプット教材はどうなのかっていうのをちょっと説明していきたいと思います。どうぞご覧ください。はい、じゃあ説明していきたいと思います。この教材、受験用定期テスト予習復習用、完全に受験用教材になります。そしてね、まあこの教材ね、問題自体は厳選してくれてるし、まあ基礎っていうよりは標準くらいですかね、標準から応用につなげるような問題選びをしてるので、まあすごくいい教材なんですよ。ただね、惜しい点が1点だけ、あの前回そのダブ、今回ダブルチェック問題集っていう名前なんですけど、裏技テクニックっていうその解説を、まあインプットをね中心にしてる教材があるんですよ。それのレベルとこの教材っていうのがね、ちょっと一致してないかなと思いますね。レベル差がちょっとありすぎて、そっからこっちにっていう移り方は、まあ、できないかなっていう。で、それに加えて解説がその詳しくないっていうことで、ちょっとレベルが、まあ、ある程度ないとこの問題集をやるのはしんどいかなと思います。いい問題集なんですよ。すごく問題自体は、まあ、良問っていうのを選んでるので、いい教材だとは思うんですけども、ただその答えを見て納得できるようなレベルじゃないと、解説が詳しくないんで、あれなんでこういった式になってるんだろうっていうのが一切書いてないんですよ。いわゆる普通の問題集、ね、の書き方っていう状態なので、なので標準とか、まあ、標準よりちょっと上ぐらいのレベルの子じゃないとしんどいかなっていう感じの教材だと思いますね。問題自体はね、ものすごくいいと思いますし、まあ、ところどころそのインプットの部分、ね、こういった解き方した方がいいよみたいな感じで書いてあったりとか、まあ、答えも横に書いてあるんでね、教材自体は全然悪くないし、まあ、文英堂さんっていうこともあって、レベル的にもね、ちゃんと選んでるなとは思うんですよ。ただ惜しいなっていうのは、やっぱりその前回のインプット用の教材とつながりはしないかなっていうのが、まあ、レベル的にも回答解説的にも、まあ、感じるところですね。でも問題集としてはね、いい教材だと思うんで、まあ、総復習用教材として使ってもいいと思います。あの受験のね、まあ、11月か12月ぐらいにバーってやっても、まあまあ、あのある程度のレベルの学校だったらいいと思うし、まあ、インプット用のね教材として、例えば演習をちょっとたくさんしたいなっていう夏頃ぐらいとかにやってもいいかなと思う教材、そういった教材ですね。まあ、ぜひ参考にしてください。参考になったって方は、ね、ぜひチャンネル登録、高評価、コメントもよろしくお願いします。じゃあまたね。